立命館大学スポーツ健康科学部の山浦と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の研究はどういう研究かと申しますと、アスリートの方々、社会人の方も含めて大学生以上の方々を対象にして、今までどういうふうなスランプ経験されましたか、どんなふうなへこみを、落ち込みを経験されましたか、その内容はどういうもので、その後どういうふうにして復活あるいは飛躍していきましたかというような、そういうことに関する定量的な分析の結果ということになります。モチベーションが高い方は特に問題はないことも多いんですけれども、キャリアを積んでいく中では、その中で危機と呼ばれるもの、いわゆる落ち込み経験、スランプ状態というものは必ず直面する可能性があるということです。その時にどういうふうな対応策があるのか、どういうサポートを与えればいいのか、それは誰からのサポートが有効なのかということに着眼しています。こういう経験をした後に回復、飛躍する可能性はあるのかということに関しましては、心理学の臨床的なところで、実証研究が進みつつありますが、スポーツに関してはまだ定量的なものは報告されておりません。その際に対人的なサポートによる影響があるのではないかというのが今回の研究の、テーマでございます。順調に来ていたはずのキャリアなんですが、それが直面してへこみを経験する、その後に時間とともに回復する、あるいはその後にもっと、経験した前よりももっと飛躍してパフォーマンスを上げていく、これにはどういうサポートが必要かということでございます。今回のチャレンジの中ではインタビュー調査を行いました。アスリート経験者あるいは現役の方15名を対象に、このような形でご協力をいただいております。もう一つはこの内容を踏まえましたアンケート調査を行いまして、定量的な解析を行っています。個人種目、集団種目、それぞれ対象にしております。こちらのインタビューの内容から、大学時代あたりの、あるいはそういう年齢層に、ひどい落ち込みを経験する、危機を経験するということが分かってまいりましたので、大学部活経験者、現役活動者を対象にしたアンケート調査を行いました。結果です。まずどのようなキャリア形成のタイプがあるのか、どういうところで落ち込みを経験しているのかということをライフライン法という方法を用いて描いていただきました。タイプは4つございました。1つは高レベル安定型ということで、ずっと競技生活中高いレベルを維持している方。2つ目は V 字回復型、3つ目が波乱万丈型ということで、ここがゼロなんですが、かなりマイナスの方にも触れている箇所がたくさんあるということです。4つ目が二重構造型ということで、メンタル面と身体面とでは違ったというふうな、こういうタイプの方、4つのタイプの方々がいらっしゃいました。15人中14名の方々が何かしら危機を経験されているということでございます。であれば、この危機の内容は一体どういうものなのかということです。インタビューの中身を、分析いたしまして、表立って出てくるものは怪我、スランプ、レギュラー落ち、そして、特に危機はないという、こういう4つでございます。ただしこれを詳しく分析いたしますと、背後に、数々の要因が潜んでいるということが見えてまいりました。モチベーション、あるいはチームメンバー、監督との関係、あるいは社会経済政治制度上の問題で試合に出場できなかった、あるいはマスコミの問題、それからお仕事との両立の問題というふうなことで、このようなことが背景になって上のような4つの危機経験をしているという、そんな関連性が見えてまいりました。アスリートの方々の危機の背景には一つ以上のどうやら潜在要因がありそうだということが見えてきました。また、この危機を経験した時の辛さの程度ということに関しては、それぞれ怪我であれ、スランプ、レギュラー落ち、あるいは各種のこういう要因を経験したところで特に優位差はなく、どのようなところでも一定レベル以上で辛かったという報告でした。
具体的に定性分析のところでご覧いただきますと、ここで危機を経験された方、この時の気持ちというのはこういう言葉で表現されています。とにかく路頭に迷ってしまって、あるいはハーッとため息、ぐっと頑張れない、そういうことが多いと怪我をしてしまったということ。傷ついてがっかりしたところで周りを見てみたら、厳しい状況があってしっかりやっている人がいるということに気づいて、そして自分は一体どういうことがやりたいんだろうということを考えているうちに見えてきたものがあると。それで練習を重ねているうちにオリンピック3度目の出場が叶ったという形での飛躍を遂げた方がいらっしゃいました。じゃあこのような復活、飛躍を遂げるには一体何が必要なのかということで、今ご覧いただきましたように周りの方々からのサポート、それによってどういう学びをするかということがどうも影響しているのではないかということで、モデルを構築いたしました。かなり複雑な図になっておりますので、ポイントだけ申し上げたいと思います。まずサポート者としては、この親密な他者、親御さんであるとか、あるいは、プライベートな友人、あるいはこのチーム内の関係者あたりが鍵を握っているということでございます。まずチーム内の関係者の影響というのは、いろんなところに学びをもたらすということが分かりました。自分が成長したというふうに実感できるようになった、あるいは人っていうのは大切なんだなと改めてしみじみ感じるようになったと。そして、世の中そんな捨てたもんじゃないなと、否定感は下がるという結果です。これによって、より競技活動へ前よりも没頭するようになった、あるいは立ち直りもできたように自分で実感できる。そしてこの成長を実感するということによって、競技活動も没頭し、それからパフォーマンスも前よりも向上したという、そんな関連性が見えてきました。もう一つポイントはこちらです。親密な他者からの影響なんですが、対人関係の再構築を行って没頭するということなんですが、プラスの影響とともに、世の中世知辛いなという気持ちを強めてしまうということが分かりました。今までのサポート研究ではプラスの影響しか見えてきていなかったんですが、このように、場所とあるいは場面と人によってはネガティブな効果をアスリートの方にもたらしてしまう可能性があるということは、改めて新しく発見できたことです。これに基づいて提言ですが、最大の危機は複合的に来るということで、その人にとっては非常につらいことであるので、周りのサポーターの方々の言葉というのには気をつけなければならないだろうということ。それからサポート源としては、チームの方が一番有効なサポート源になるだろうということです。特に女性よりも男性の方がその効果が顕著に出てきています。それからそういうサポートを受けても、十分に自分の中で咀嚼して学ばなければ十分な飛躍が遂げられないという意味で、自分の成長や関わりを実感させるようなサポート、あるいはそういう介入というものが必要ではないかということで提言させていただきたいと思います。今後はデータサンプルの拡充、あるいは指導者としてセカンドキャリアを歩まれている方々の苦悩といったものに焦点を当てて進めていきたいというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。